ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？はいはいはい、ふなっぴーも元気ですよ。といった感じでやっていきますね。はい、今日もふなっぴー島パトに行ってまいりました。今回はテラさんのテラウェア M のアイテムをお得にお得にゲットしちゃいました。いやー、それが、はい、こちらですね。キャミワンピースでございます。結構ね、長いんですよね。はい、うーっといった感じ。あ、こんな感じがいいかな。これじゃね。はい、商品情報はこちらでね。そしてお値段でございますね。こちら1969円のところ、お値下げされていて、わかりますかね。はい、990円になっておりました。いやー、これは素晴らしい。爽やかなマルチストライプにリラクシーなキャミワンピースでございます。もうね、ふなぴーね、リラクシーっていう言葉大好きでございますよ。後ろのバックリボンがポイントでございますね。和菓子を包むような平たいリボンで長さを調節することができるんですね。気がつかないほどのさりげなくついてるシームポケットが両サイドについてるんですね。これも嬉しいポイントでございますよ。裏地はございませんが、透け感はないようですね。このね、パリッとした感じがね、すごい気に入ってるんですよね。うん、トップスによっていろいろコーデが楽しめそうでございますよ。ではこちらのストライプキャミワンピースのコーデやってみたいと思います。トップスはテラさんのテラウェア M のジャガー通りプローバーに、履いてる靴はムムさんのクロスベルトサンダルに、持ってるバッグもムムさんのチェーン付きボストンバッグでコーデしてみました。多分ね、このプローバーは同じ時期に購入したやつだと思います。白い T シャツはもちろん、表情感あるホワイトのプルオーバーも間違いない組み合わせでございますね。体が泳ぐゆったりしたサイズ感で、体型カバーも叶います。楽ちんなのに張りのある生地で、ストンと落ちる細めの硬い華奢な紐が女性らしく、後ろ姿も表情感あるキャミワンピースでございますね。さらっとした肌触りの素材に、ブルーのストライプ柄で縦のラインを強調してくれて、すっきり見えます。紐を調節して長めの巻き仕立てにしても、この目立たないシームポケットで下に落ちても分かりづらいのもあると嬉しいポケットでございますね。はい、次行ってみましょう。トップスは HK ワックスロンドンのロゴ T シャツでコーデしてみました。ロゴを覗かせてブラックで引き締めコーデになりました。はい、次行ってみましょう。トップスは晴れ色の肩タックプルオーバーとコーデしてみました。
お袖がふんわりしたプルオーバーでフェミニンな印象を与えてくれますね。同色のトーンを明るくした水色で爽やかなコーデになります。爽やかさんコーデですね。では次行ってみましょう。トップスはテラさんのテラウェアエミの配色プルオーバーとコーデしてみました。落ち着いたブラウンの色でメローが可愛いプルオーバーなんでフェミニンなコーデになります。ゆとりがあるのでトップスがもたつかないのもいいですね。では次行ってみましょう。トップスは派手色のレイヤード風プルオーバーとコーデしてみました。今度はスカートとして着用してみました。丈も長めのマキシード丈にして同色のトップスとも相性よく着用できます。目立たないシームポケットなのでちょっと腰より下の位置になってしまいますけれども全然わからないですよね。ここら辺にあるんですよね。はい、これでスナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。あ、そうそう、インスタも始めましたのでよろしかったら見てくれたら嬉しいです。そして皆さんの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。バイバイ。